今日は雨ですね。こんばんは。ヤスルーパーさん、お疲れギフトありがとうございます。今日はもうすっぴんです。ね、そう、明日も明後日も雨模様。久しぶりの雨なんかな、どうなんだろう。確かに最近雨見てないかも。よいしょ、前髪がうまくいかない。うん、ウドムさん、かわいいギフトありがとうございます。ミキヤくん、ハートありがとうございます。雨、今はね、雨降ってないかも。でもなんか夜降る、夜あの降水確率高い気する。お、リンゴさん、君は希望の光、ありがとうございます。光、そんなギフトがあったんだね。私はカフェオレを飲みます。今日はレッスンの帰りにセブンに行ったらカフェオーレが売ってなくて、だから薬局に行ってもカフェオーレ売ってなくて、なんかカフェオーレが全然なくて、結局もう自販機のコーヒーにした。私のいつものカフェオレちゃんが今日人気だったみたいで、2店舗回ったのになくて、でももうそんな3店舗も4店舗も回る元気はないので自販機で買いました。うん、そうなの。さすがにさ、2店舗目にはあると思うじゃん、セブンとかさ、いつも大量にあるのに、のになくって、そう、自販機。運動した後の甘いコーヒーは美味しい。疲れた、疲れた日の甘いコーヒー、回復。甘いコーヒー、こんばんは。うまし。あと6周年までもうちょいだ。8が本番だからあとレッスン2回だ。6、7、いよいよだ。はるゆめさん、かわいい、ありがとうございます。もうあと2回だ、やば。ファイト、ありがとうございます。ね、しかも今回3公演分あるからめちゃくちゃいっぱいある。応援してる、ありがとうございます。ヤスルパンさん、3公演分あるからさ、いつもさ、いつもっていうか周年コンサートって1回きりとかさ、1公演とかさ、だから2 days の3公演あるからたくさん。洗濯機の音が聞こえるけど、まあ気にしないで。雨なのに洗濯回しちゃったよ。まあいっか。毎日ね、レッスン着がなんか
洗うっていうか着るから洗濯物が太陽になる。散歩とウォーキングの違いほぼ一緒ですよ。ウォーキングはなんか意識的に歩いてるって感じ、散歩はただなんか目的もなく、なんか痩せるために歩いてるとかじゃなく、筋肉痛なってない。ウォーキングは意識的になんか歩いてる感じがするけど、散歩は別になんか健康のためとかダイエットのためとかじゃなくて。明日もレッスン早い。明日12時間ぐらいあるレッスン。今日も早かった。今日ギリギリまで寝た、起きたくなくて。うどんさん応援してる、ありがとうございます。うどんさんお疲れ、ありがとうございます。夜のウォーキングでもね、広島はね今雨なんだよ。そっちの方は降ってないのかな。でも最近ね1日1万5千歩ぐらい歩いてるんですよ。昨日1万5千歩、その前も1万5千歩、今日はそんなには歩いてない気するけど、1万。結構意識的にウォーキングはしてます。こんばんは。西日本が雨、じゃあ東日本は雨降ってない。こんばんは。でもこんだけ動いてたらね、どんだけ食べても痩せそう。ジメジメしてるね。洗濯回しちゃったよ。そう、昨日1万5千歩、サラピと歩いた。その前はなっちゃんと1万5千歩、カフェ行った日。今日もね全然。こんばんは、こんばんは。そう、いっぱい食べていっぱい動いてる。ブラマイゼロ取らないけど別に痩せないみたいな。ヘアアイロンするか。つばさわなんちゃらさんハートありがとうございます。え、今日82歩家出てないじゃん。それ一日中家にいた日でもさ40歩ぐらいは行くよね。80、それ家で80か。私一日家出なかった時で46とかだった気する。よいしょっと。こんばんは。
店にその機能がついてる。お、あるよねそういうの。こんばんは。こんばんは。リップだけ。リップだけでも。すずちゃんかわいい。ありがとうございます。でも今日はねめっちゃレッスン早く終わったの巻いて、本当だったらね今頃終わってる予定だったけどめっちゃ早く終わった。嬉しい。うどんさんかわいい、ありがとうございます。その理由はスムーズにいったからです。スムージー、いやまだ完璧じゃないよ。でもリカワと昼とかは今日で終わったかな。どうだろう、明日夜。ミキヤくんタコありがとうございます。スムージリカワゼージはもう分かってる感じですかって、え、分からないところもあります。分かんないですね。でも曲は分かって、順位は分かんないところもある。これが入ってるんだなっていうのはさすがに練習するからさ、分かってないとさそんなできないじゃん対応、分かってないと。だから曲は30曲だっけ、20曲か、20曲わかんないけど25曲だっけ、どれが入ってるのか。曲わからんとさ私たちは何したらいいのってなるじゃん。 そこはでも普通になんか考えたらわかるから、ネタバレとかじゃなくてさ、だってさ出演者側曲も一個も知らんかってさ、本番さ30位何々とやってさ、えどの立ち位置でいく、あのバージョンでいいかなみたいなさ、そんなできないじゃん。誰が出るみたいな。20か。でも順位はそうね、知らないところもあるね。こんばんは。ね、こっちもさ曲も知らんかったらやばいよマジで。20位何々って言われてさ、どうするどうする、誰が出るよ、何の曲みたいな、なるよ、衣装どうするみたいな、大変ですよ。こんばんは。190日あと10日だ。1200、そうね、だって練習の時点でさ1位知ってても、こっちも面白くないもんね。
当日知った方が盛り上がるよ、メンバーも。こんばんは。お疲れ様でーす。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。オリジナルの衣装？オリジナル衣装ってなんだ？ MV のとかってこと？どうなんだろう、どういうことだろう。 MV のやつ？こんばんは。MV の衣装か、どうなんだろうね。でもどうなんだろうね。こんばんは。公演とかじゃ MV の衣装は見られないもんね。どうだろう、見れるかな、見れないかな。こんばんは。エアポッツ。エアポッツ。こんばんは。目が閉じてきそう。ヘアカットの日って女子の断髪禁止令？へえ、断髪禁止令なんかあるんだ。女子は長くあれっていうこと？うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。みきやくん、ひよこありがとうございます。みんなお疲れだね。ね、もうあとだって2回だもん、レッスン。やばいよ、あと2回しかないよ。あと2回レッスンしたら本番だよ。早すぎる。だって本番のさ2週間前ぐらいからレッスン始まったもん。期間が短すぎて。あと2回だ。こんばんは。あと2日で8本番じゃん。だからさ、今日もうないじゃん、6、7だけじゃん、あと2回。
そうね、ゆっくり寝たいけどさ、覚えなきゃいけないことがあるから寝れないんだよね。睡魔と戦いながら。何が大変、ダンスどうせでもね、3公演あるから曲がめっちゃ多いっていうのと、あとそうね、曲がめっちゃ多いっていうのもあるし、入ったことないところもそりゃあるしっていうので、やったことない振りのところもあるしって感じ。あとレッスンがなんか2週間前から始まって、でもお話し会もあったけん実際10日ぐらいしかないじゃんっていう。まずね、曲順を覚えるのも大変ね、1公演で曲数わーってあるじゃないですか。それを暗記するっていうのも、次なんだっけみたいなのもあるしって感じ。そうですね、こんばんは。3つ分だからね。まあ、リコアは簡単だったかな。なんかめっちゃね、移動する曲が初めてのポジションのやつがあるからめっちゃ大変。なんか1曲だけで最初 0.25、1.2、2.25、4.2、2.25、1.5、1.1、0.75、回って 1.75、乾燥 2.75、2.1.5、10、これが1曲。やばない？こんな感じなんです。1曲でこれ、最初 0.25、 次 1.2、 2.25、 4.2、 2.25、 1.5、 1サビ1、0.75、回って1.75、乾燥 2.75、 2.51、 最後0です。やばくないこれ。そう、こんな感じなんですよ。まあこれだけで何の曲か分かんないからね。それを動くんですけど、これでもやったことない。回って1.75、 0.1 はないよ。 0.25、 0.1 はない。ない、それ0じゃん、もうほぼ。0.1 はないよ。一番小さくて 0.25。 0.1 に立たれたらさ、0と被るじゃん、人間が。ここ0で1でさ、 0.1 って0じゃん。被る被る、ギリ被らないのが 0.25 です。こんばんは。2.25 かな、なんか 0.25、 2.25 みたいな。2.1 もない、なんかよくわかんないけど、
んばんは。文吾さんお疲れ、ありがとうございます。こんばんは。カルゴタイム、こんばんは、こんばんは。お体が細く見える？お体映ってないよ、私。お顔しか映ってないですよ。こんばんは。安部さん、お疲れギフト。ありがとうございます。お疲れギフト。大空に羽ばたけ、ありがとうございます。ヤスルパンさん、ウドムさん、かわいいギフトありがとうございます。お、洗濯ができた。イースター、リンゴさん、インスターギフトありがとうございます。そう、洗濯をサントだけど雨だ。どうしようかな、部屋干ししようかな。ピカピカありがとうございますね。部屋干しかな。静かな洗濯機だね。全然うるさいよ。部屋が違うからね、洗濯機がある、洗濯機がある部屋じゃないから静かなだけで全然うるさいよ。ドア閉めてるから。4月13日、いい列の5列目。お、真ん中やったね。じゃあめっちゃ目入るね。腹取り久しぶりだ。ちょっと久しぶりだ。こんばんは、ね、部屋干しか浴室乾燥ね。でも浴室乾燥か、あ、お風呂のね。なんか浴室乾燥をさ、お風呂のがあるんだけど、浴室乾燥を使うよりもコインランドリーに持って行った方が安く済むんじゃないかって思って、10分100円とか20分100円かな、10分100円かな。私布団も家で洗って、なんか浴室乾燥で2時間かけて乾かしてたけど、絶対コインランドリーで20分さ200円の方が絶対安いし効率いいと思って、そうね、10分100円だったかな。布団20分で乾くんですよ。200円で一瞬で乾くってさ、めっちゃいいじゃんと思って、布団はもうコインランドリーに頼ってる。マジで10分、布団とかさ外に干したら一日中さ干しとかんという関係さ、寝れんじゃん乾くまで。だからもうコインランドリーで20分回したら乾
乾いてすぐ寝れるっていう。布団を持ち運ぶときはなんか大きい袋に入れてる、めっちゃ大きい袋、なんかプレゼント持って帰ってるぐらい大きい袋だから露出してないです。布団も露出して歩いてない。でっかい袋に畳んで持ってってる。入るんがあるんですよ、布団収納。そうはコインランドリーで乾かしたらすぐできるからマジでめっちゃいい。そうプレゼントの袋って結構でかいよ。でもいつも捨ててるけど紙袋だから。あそうイケアのやつみたいな、そう大きい100均で買ったやつ、大きい袋に入れて持ってってる。でも洗濯機はあるから洗濯機はここで回して乾燥だけ。コインランドリーの布団用洗濯機は高いから1回600円とかするので、だったら洗濯機あるかな。乾燥だけ。こんばんは、こんばんは。なんかねプレゼント入れられてる茶色い紙袋があるの、事務所の。そうみんな共通のやつ、大きい茶色い紙袋。紙袋膨らんで大きくならない、結構大きい袋なんかあるよ。なんか大容量は3コインズとか、サンキューマート3コインズとかにある。大きいなんか収納用なんかな、布団のわかんないけど、大きいバッグ。こんばんは。ねコインランドリーよね。この前のピンクの紙袋はなんかどっかの、あれは誰かのプレゼントが入ってたやつ、誰かのプレゼントが入ってたやつを結構使い回してプレゼント入れにされたりするから、あれは多分誰かがもらったプレゼントの外見。こんばんは。トシピンさんハートありがとうございます。ウントムさんかわいいありがとうございます。そうだからゼラピケ届いてないのにゼラピケの紙袋に入ってくることとかもあるよ。誰かがゼラピケ届いてたらその紙袋を再利用してそのプレゼントをまとめ紙袋として使うから、だからそういうのとかもある。自分じゃないプレゼントの紙袋、紙袋がいっぱい届いてたらそれも紙袋プレゼント入れになってるから、そう誰かの紙袋、メンバーの誰かの紙袋。そうそう、でも届く時もあるけどね、基準が分かんないよね。2枚以上あったら大対策に乾燥機ね。最近ねコインランドリーハマってるから、そう定期的に。こんばんは。まずコインランドリーは乾燥が有能すぎる。安い200円で買う。こんばんは。
すぐ着れるじゃん。布団で200円だから、布団じゃなくて T シャツとかなら10分100円のやつでも乾きそう。10分ぐらいで。こんばんは。ほぼ最後列。え、なんかいつも席悪くない？なんか最高列気味じゃない？今日コインランドリー24時間。広島めっちゃあるよ。広島なんか歩くたびにあるレベル、めっちゃある。もうなんか知ってるコインランドリーだけでめちゃめちゃある。めっちゃあるね。なんかなんだろう。メール見て飛んできた。やっほー。毛布とか使ってるよ。2枚着てます。あの着るっていうか羽織る。こんばんは。近くにない。確かにな、田舎とかやとあんまないかも。ウィッシュハウス、ワッシュハウス、何それ。こんばんは。こんばんは。ワンルーム、洗濯機。何ウォッシュハウスって。ウォッシュハウス、コインランドリーの名前。知らない。では名前とか見てないや。コインランドリーって書いてるところに行ってるわ。どこでも書いてるか知らない名前。こんばんは。赤い看板に黄色い文字。うどむさん、かわいいギフトありがとうございます。コインランドリーの名前を気にしたことがないからわかんないや。たくさん場所どこにあるかわかるけど、6店舗ぐらいバッて思いつくけど名前一つもわかんない。名前ついてるんだって感じだ。どの店舗もでもコインランドリーって書いてる。それしかしら。そりゃ書いてるよね、コインランドリーだから。コインパーキング意外と高い。あ、車止めるところ。そうだね、市内とかめっちゃ高いよ。てか高いっていう、なんか市内の駐車場。こんばんは。三級生の髪型が同じすぎてみんな同じに見える。え、めっちゃわかる。めっちゃわかる。同じに見える。なんか一人目と二人目も一緒に見える私には。こんばんは。できるまでの時間は暇だったら携帯触るし、何か買い物の用事があれば出ていくし、
時間に余裕があるときは待つけど、やらなきゃいけないことがあるときは一回帰ったりなんか出かけたり。こんばんは。9時12分。とりあえず1時間は配信しようと思っているので、9時半で終わります。9時半。こんばんは。見ないようにしてる。そうね、見たらね、気になるからね。はーい。でも言うとあと15分ぐらいですね。早いですね。配信終わってからウォーキング。雨降ってないの？関東？ここまで来るとどんな基準でこんなに採用した？え、人数出てるっけ？飲み切っちゃった。3日目で12人？え、嘘、1日3人ずつじゃなかったっけ？ノーレインか、いいね。まあ別に雨でも晴れでも関係ないけどさ、推しが3期生2名不合格。あ、そうなの？意外とお顔を出してなかった子が受かったりしてるのかな、ショールーム。なんか番号だったからさ、全然一致しない。まあちゃんとそこまで見てないんだけど、オーディションも。1日3人ずつだよ。こんばんは。推しが3期生2名ってどんな意味って、で3期生に2人推しがいたってことでしょ。けど両方ダメだったってことでしょ。今日3日目でしょ。5日で3日目、6、7、ちょうどじゃん。7日はだっけ、3、5、15。そう、私が缶の飲み物珍しいよ。今日はね、紙パックのカフェオレが 2点回って売り切れてたの。だから自販機で買ったから缶。そう、14人だけど最後多分2人なんじゃない。だからちょうどいいじゃん、3周年じゃないわ、6周年までにさ。今日3日目で5日、4日目、6日目、違う、4日目、5日目で3、5、15か、7で終わるようになってるっていうやつです。
そう、売り切れてたのコーヒーが。だから自販機で買ったの甘いコーヒー、これそう。ね、缶コーヒーじゃ少ないよ、量少ない、これピニャン。ゆうぴょんさん、かわいいギフトありがとうございます。こんばんは。え、昨日ヤクルト戦飲んで寝たよ。あるよ、全然手に入ってる。でも昨日ヤクルト戦飲んだけど今日全然目覚め良くなかった。眠くて眠くて、本当に眠くて。おはようツイートも本当に意識ない。もうツイートしてもう秒で寝た。だから8時、今飲もうとしてた。あ、でもね、秒で寝たって言っても今日8時20分に起きたから言って15分ぐらい。ツイートして秒で寝てまた15分後には起きて、もうあの歩いてるんですけど、そう、その15分って結構大事じゃないですか、朝の。8時20分には起きなきゃいけないけど、その15分寝れるだけでもめっちゃ大きいから、そう、秒で寝てギリギリまで。こんばんは。いや、写真決めてないんよ。7時40分に起きて朝から加工してるの。だからでも今日眠すぎてなんか追いついてなかった。後ろに人映ってたと思って。まあでも見えないギリ。いつも7時40分に起きて写真選んで加工してツイートしてる。今日は眠くてもう寝たぼけで適当にして、加工終わったーって一回寝て、7時40分に起きて写真選んで加工して寝て、7時50分ぐらい寝て、5分おきに目覚まし入れてるから、最後ラスト7時59にも入れてて、7時59が鳴ったらスタンバイして、0秒になったらポチッと押してるの。そう、なんか背景をぼかしたり、朝からあれでも意識ない状態でやってるの。でも今日は2枚目がなんか人の顔映ってるのは確かに記憶あったから消したんですけど、1枚目消してないけどもう眠い無理と思っていいやと思った。明日決めてない、朝決めて。2枚目の人の顔はさすがに映りすぎてたから消したけど、1枚目はもう見えんと思って。そうそうそう。え、ツイッターの投稿予約とかあれわかんないやり方。え、前日にするのはなんか本当にやる気起きなくて前日にできないな。そうだからできない。できるんだったらやってるけど無理なの。前日に明日の朝のおはようツイートを考えることができないから、おはようは朝。でもあんま変わらんやん。夜寝る前にその10分削っておはよう準備するんやったら10分早く起きて別に朝準備したらいい話だから変わんないじゃん。寝る時間は10分遅く寝るか10分早く起きるかみたいなレベルだからどっちも変わらんけど、夜はなんかね、そう
こんばんは。なんかパソコンとかやと予約できるんじゃない？携帯は分かんないやり方。その言葉大にしてあの人に伝えてほしい。誰？みんなおはようツイート結構してない？ STU ほぼ全員ぐらいのレベルでさやってるよね。こんばんは。そうね、時間を決めてるのは私だけかも。まあでも8時がね、大体。そうね。運営と同時、それ思ってた、いつもね。私がツイートした後タイムライン見たら、うん、そのさ STU 運営もさね、一緒なんだよね。やっぱ8時がいいんだよね。こんばんは。ね、運営8時固定。こんばんは。承知しました。松さんお疲れ、ありがとうございます。こんばんは。あと4分です。また来ました、やっほー。お客様、かわいいギフトありがとうございます。そう、あと4分で終わりです。1時間終わりです。
こんばんは。よいしょっと。今日もお疲れ様でした。お疲れ様でーす。コツでーす。今来たところなのは来るのが遅い。1時間やってるからね。普通に長い配信だよ、1時間って。こんばんは。洗濯物はこの後です。どうしよう、部屋干し。アトムさん、えらい。ありがとうございます。部屋干しはいいんだけどさ、その外に置いてるさ物干し竿をさ中に持ってくるところから始めないといけないからさ、大変なんだよね。外干しでも乾くかな。ありがとうギフト、ありがとうございます。やすルパンさん、お疲れ、ありがとうございます。そう、物干し竿をさ部屋に入れなきゃいけないから大変。物干し台もう一個買っても、私普段部屋干しないからさ外に出すじゃん結局。だからまた中に入れるっていう行為は物干し台が増えようが変わんないから、日常的に部屋の中に物干し台を置きたくないんですよ。だからどっちにしろね、物干し竿を部屋の中に入れるという行為があるんですよ。コインランドリーはもう大変じゃん、行くの。雨だよ。行くんはいいけどさ、待たんといかんやん。しかもまね、その10分か20分さ、一回帰るに帰ったらさ、もう一回行くの大変さ、待っとくの長いしさ。いや、雨そんな降ってない。夜中に降るかなって感じ。ヨヨさん、ハートありがとうございます。ね、その10分の間、まあ10分なんて一瞬だよね。10分なんて一瞬ちゃ一瞬だけど、いや、物干し竿は足りてるんよ。あるっちゃあるの。その部屋干しを普段しないから、部屋干しをするんだったら外の物干し竿を中に一回入れて干さなきゃいけないっていうだけであるんですよ。もしもらったとしても、それを外に置くからあんま変わんない。まあ10分なんて一瞬だけどね。でもまあ部屋干しするわ。ってことでランキング読みます。13位、エレメンツさん。12位、文吾さん。11位、マサさん。10位、コーヒーさん。9位、アキアンさん。8位、理化学研究所さん。7位、ジャクソンさん。6位、春夢さん。5位、ミキヤくん。4位、ヤスベイさん。3位、ヤスルパンさん。2位、リンゴさん。1位、ウドムさん。ありがとうございました。で終わります。おやすみなさい。おやー。